今日はユニクロでいいデニム見つけました。今日何ですか？今日はユニクロ。ユニクロ久しぶりだね。そう、久しぶりなんだけど、ユニクロでいいデニムを見つけたので、はい、まあ、これをちょっと紹介しようかなと思いまして、で、まあ、まずなんで見つけたかっていうと、はい、サッシーが LINE で、これ良さそうじゃないっていうのを送られてきて、遠回しに見てこいよっていう、ね、そうワイドテーパードパンツ、うん、感動パンツの素材で、でちょっとワイドにしたスラックスのタックが入ったスラックスのパンツ、でテーパードが効いてるんだよね、でそれが2990円になってたんだっけ、セールになったの。そうだね、でなんかそれが安くなってるし、これ結構いいんじゃないみたいな感じ で、でまあサシが LINE 来て、でそれじゃあちょっと見に行ってくるわって言って、見に行って、でまあ履いたりしたんだけど、もうすごい良かったよ、涼しそうだし、まあ、スラックスやっぱ持ってるから、まあそうなるよね、でまあ、色もダークグレーとかグレー、ブラックネイビー、まあ、持ってるね、それはだから、まあ、わざわざ買わないかな。よかったよね。でもよかった、うん、特にねネイビーがよかった。そうだね。で俺はネイビーのもう M サイズとかでちょっとこう、シュッとこうワイドテーパードパンツなんだけど、まああれ結構ウエストとかでかいからさ、だから俺で M サイズでまだ余るんだよね、ウエストが。そうだね。そうだから、そのぐらいで履いてももう本当いいんじゃないかなと思って、でまあそれにねちょっとジャスト目の黒 T とかさ、そういうの着て、まあ、結構モードな感じも出るしいいんじゃないかなと思ったんだけど、まあスラックスは持ってるから、まあ、わざわざ買う必要ないかなと、まあ、でもなんかまあそんなのこう見つつ、で、まあ、ユニクロの中久しぶりだったから、ちょっとね一ラウンドしてみたんだけど、でそしたらやっぱあのスイムアクティブショーツ、あれなんかパタゴニアのバギーショーツみたいなのこの前買ったけど、あんな感じの雰囲気のやつとか出てて、それとかめっちゃいいなと思って。いいねあれね、であとはね、あれウィンドブレーカーみたいなやつ、ポケッタブル 3D パッドパーカー。 3D じゃないね、 UV やね。 UV か惜しいなくそくそちくしょう UV だよね、合ってるでしょ、そうだよ、ね、あ、でも 3D も入ってる、入ってるくっそこれちゃほら優しい、これ行くよ名前、ポケッタブル UV カットパーカーかっこ 3D かっこかいかっこだよ。でこれがね、あのマルニの時に出てたサッシー買ったパーカーでしょ、総柄の、あれの無地、マジでそっくり。形はそうだったね、マジでそっくり。だからこれの黒とかネイビーとか、なんかそういうのはすごい着やすいだろうなと思って。袖口の始末とかももうほんとそっくりだね。めっちゃ一緒。だからもうほんとに、なんかあの時も言ってたよね、これ無地あればいいのにみたいな。言ってた。言ってたよね。言ってた。真っ黒とかいいよね。そう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 。で、それがあったから。出てるやんっていう、ね。そうそうそう。それはいいなと思ったんだけど、まあ今ちょっと季節的に今じゃないかなと思って。テンション的にね。そう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 。で、まあ見てたら良かったのがこれよ、このワイドフィットジーンズのブラック、ダークグレーだよね一応。ダークグレー、色の品名はね、品名とか色名はダークグレー。これはブラックジーンズだよね。いやこれはねもうブラックだよ、でしかもブラックデニムの中でももうほんと縦糸横糸も両方ブラックみたいな感じだから、中白とかじゃなくて、もう黒のちょっとこう加工入れたやつ、のぺっとした黒だよね。だそう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 、だからもう本当に結構黒がちな感じの雰囲気で、で当たり感もねそんなに強くつけてないんだ。あ、そうだね、だから本当に黒のパンツっていう感じで、まあ、これがねなんかいいんじゃないかなっていうのがあって、これいいと思うよ本当ね、で俺もなんかそのユニクロ見に行った時になんかいいなと思ってたサッシーがなんかブラックデニム良かったでしょみたいな感じで俺良かったみたいな感じになって、でちょっと改めてもう一回履きに行って、で試着したんだけど、中でやっぱちょっとねサイズとかいろいろ見ながら、5サイズぐらいが入った。やっぱワイドなパンツなんだけど、ワイドフィットジーンズって書いてあるんだけど、
やっぱ作りがワイドなだけで、うんうんうん、俺これわざわざ太く履かない方がいいなと。ああ、そういうことね。うん、まあ、そのどうしてもやっぱウエスト周りが大きくなっちゃうから、うんうんうん、まあ、そこはちょっとこうベルトで締めたとしてもくじゅくじゅしちゃうというか、うんうんうん、だからどっちかといったら自分の体型に合わせて履くだけでもうワイドなフィットっていうのは作り上げられてるから、元からそうそうそう、うん、だからそのバランス感が俺はなんかいいなと思ったから、うん、俺で30インチかさっき30で、あれはレングスは短くない？レングスはねもうほんとちょうど、あ、ちょいちょいくるぶしちょい下ぐらい、うん、そうだよね、くるぶしちょい下ぐらいだけど、もう31履いても、うん、なんか32履いてもあんま変わんなかったんだよ。あ、ウエストが大きくなるだけで、ね、その丈感はそんなに変わらなくて、うんうんうん、まあ、加工ものだから、うん、多分その個体差があるから、あるだろうね、まあ、だからだと思うんだけど、うん、まあ、でもそれであんま変わらなかったから、うん、だったらちゃんとウエストが合ってるものを買おうかなと思って、うん、なるほどね、で31を買ったって感じだね、うん、まあ、だからそのシルエット感と、うん、あとはこれね結構多分使えると思うから、うんうん、まあ、夏から、まあ、ちょっと秋ぐらいまでどういう風に使えるかっていうのをスタイリング組んでみたので、うんうん、まあ、それを最後にちょっと紹介して、うん、まあ、こういうデニムですよっていうのが分かってもらえれば、うん、なんか使えるよねっていうのが分かってもらえるといいなと思って、うん、通年通して多分いけるからね、これは。いや、これ使えると思う、うんうん、じゃあ行きましょう。はい、はい、よーい、うどん出たよはい、一つ目ですね、はい、一つ目はもう黒に黒で合わせた感じ、うん、オールブラック、オールブラックで、うん、でまあ、足元は夏なのでサンダルで、うん、まあ、こんな感じの雰囲気で履けるから、まあ、結構履きやすいんじゃないかなと思いますねシルエットいいね、いいでしょう、うん、このぐらいのシルエットで、うん、ちょうどいい、まあ、ね、作りがやっぱワイドだから、うん、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと。そうだね、うん、そして次は白 T ですね、はい、で今度はサイズをちょっと大きめな感じの白 T にしたんだけど、うん、ちょっとストリート感が、そうそうそう、靴もね、うん、そういう感じにして、ね、でもそれでもバランス取れるでしょ。これめっちゃいいね。ね、明日これでいいんじゃないですか。うん、俺の服明日これっていうぐらいなんかもうハマった、うん、めちゃくちゃいいこれ、うん、かっこいいよ。こういう着方もできますよ、うん、という感じですね。いいね、うん、で次はちょっとボーダーの T シャツを合わせてみて、うん、で今度はタックインじゃなくて、うん、まあ、外に出した感じなんだけど、はいはいはい、でまあね、やっぱ足元のねこのコンバースがね、うん、すごく合うね。アメカジだね。うん、でなんかカバンもなんかちょっとこう付け加えたんだけど、いい、ね、まあ、こういう感じで夏のお出かけスタイルできるんじゃないかなと。あさってこれでいいね。うん、そうだね、うん、あさってはこれそして次は秋口を想定して、うんうんうん、まあ、シャツスタイルにしてみたんだけど、まあ、シャツを着てもこうやってバランス取れるから、うんうん、まあ、秋になってもこのデニムパンツは引き続き使えるんじゃないかなと。これ割とジャストめのシャツ着てるけどオーバーサイズでも多分いけるよね。全然いけると思う。うん、まあ、細身にしたのはねバランス取りやすいからなんだけどね、うんうんうん、そして最後はジャケットスタイルです、はい、うん、まあ、この細身のシルエットにしたのは、うん、こうやってジャケットを着たりもできるかなっていうのはちょっと頭にあって、うん、汎用性、そう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 、やっぱ T シャツからこういうジャケットスタイルまで、うん、まあ、幅広く使えるんじゃないかなと。これ毎日履けるね。そうだね、こいつで毎日もういけちゃうかもしれない。毎日履けるデニムがいいね。あ、はい、どうでしたでしょうか。はい、5つね、うん、スタイリングをやったんですけど、うんうん、まあ、今から夏から、うん、まあ、秋ぐらいまでちょっとどんな感じで着れるのか、うん、まあ、少し幅を持たせたスタイルで、ね、まあ、ちょっといろいろ見てもらえたかなと思うので、うん、まあ、なんかこういう感じでいろいろ使えるんじゃないですかっていうちょっと紹介、そうだね、っていう感じですね、うん、まあ、最後はちょっとジャケットとか着てもね、うん、なんかそのシルエットでやっぱりジャスト目を選んだっていうのはなんかこういうこともできるんじゃないかっていうところで選んだっていう感じだから、うん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 、汎用性かなり高いね。そう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 、やっぱこのワイドフィットって言ってるだけあって、うん、もうジャストで俺履いててもさ、うん、シルエットはワイドだったでしょ、ある程度。確かに、うん、っていうとこがまあなんかこのデニムの良さかなと思って、うん、俺的にはそういう履き方かなと思ったから、まあ、なので、まあ、なんかいろんな人の履き方があると思うんだけど、うんうんうん、まあ、俺はちょっとこう細身に履くのが、まあ、細身とかジャストサイズ履くのがいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、っていう。でもこれは本当にすごい使い回せるし、いい、うん、かっこいいと思う。ね、かっこいいね。かっこいい、かっこいい。もうだからこれは非常にいいんじゃないかなと思うので、うん、今回。
回は紹介させてもらいましたという感じですね、はい、うん、でした。サシです。今回は映画を紹介します。2003年にイタリアで公開されたジム・ジャームッシュ監督作品のコーヒー&シガレッツという映画をご存知でしょうか。これは11本の作品からなるオムニバス映画で、登場人物がコーヒーを飲んでタバコを吸いながらただただ取り留めもない会話をするだけの映画です。きっとこの作品をただおしゃれなだけで内容のない映画だと酷評する人もたくさんいると思います。なので少し迷ったんですけど、ただおしゃれなだけで全然いいじゃないかと、サカンドサッシーのチャンネルはおしゃれを楽しむチャンネルなんだからってことで今回は紹介することにしました。なんといっても俳優陣がすごくて、スティーブ・ブシェミやロベルト・ベニーニ、あとザ・ホワイト・ストライプスの2人とか、イギー・ポップとトム・メイツも出てますし、あと僕も大好きなウータン・クランから、レザとジザも出てて、しかもみんな本人の名前がそのまま役名になっていて、演技なのかアドリブなのかよくわからない雰囲気になっているところも面白いです。まあ、好き嫌いが分かれる作品だとは思いますが、古着市場でも映画ティーが高騰している今、その作品自体を知ることも楽しみの一つではないでしょうか。僕は第5話に出てくるルネという謎の美女のコーヒーに対してのこだわりと、読んでいる雑誌のジャンルがシュールでお気に入りです。もし機会がありましたらぜひチェックしてみてください。3年ぶりに開催されるバナナマンのライブに落選しましたという報告にて私から以上となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみ、フィーちゃん。